どうも、柳沢ゴルフ TV プロゴルファーの柳沢です。今回はですね、東京クラシッククラブで僕が一番仲のいいね、女子プロ稲見萌音ちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。今日なんか耳当て忘れたらしくて、すげえ機嫌悪いんであまりいつも通り突っ込まないにして勝負していこうかなと思ってます。とりあえず9ホールガチ勝負しようかなと思います。早速いっちゃいます。萌音さん、ティーどっからやるんですか？赤です。バカじゃん。やっぱ本場に強いな。本場に強い。まあ、僕あんま女子プロと仲いい人いないんですけど、一番ね。なんか言えよお前よ。そんな仲良かったでしたっけ？お前そういうやつなんだな。そうだよ。全部青 T で行かれたら俺勝てる気しないんだけど。短かったら後ろからやる。全部青で行かれたらってさ、全部青で行かなくても勝てるから大丈夫。私がね。しゃ彼女はですね、高校生の時からここの東京クラシッククラブでよくゴルフしてて、本当に一緒に回る機会が多くて、まあ、とにかく初めて回った時の印象がですね、こんなにうまい高校生がいるのかなと思って、その当時パッティングがあんま良くなかったんですけど、パッティングがちょっと良くなれば試合ですぐ優勝できるなって僕は最初に回った時に思って、確かここの、まあ、フルバックとバックティーのミックスとかで普通に5アンダーとかで回ってくる子なんで、よく勝負してるんですけど負け越してます。女子プロで一番ここのコース知り尽くしてると思う。それはない。嘘だ、一番回ってんじゃない？そんなことない。どうなんだろう。でもあれか、オフしか回んないのか。うん、試合とは同じぐらいだね。ブルーで6540だから。試合のティーで同じ土俵でやったら僕勝てる気しないんで、一緒にフルバックから全部やる。いや、それでね、負けたら俺立ち直れないから勘弁して。いやいやいや、一緒にフルバックでやってグロスで勝ってるよな。俺2回ぐらい負けたことある、ね、普段もっと喋るんですけどね、カメラ回ったら全然喋んないですね。おいしい。カメラとか全然大丈夫な人だけどね。ちょっと一つ言いたいのがあるし、耳当てなくて寒い。寒いよ。あ、勝った。いやいや、ティー違うから。オーバードライブしました。あ、フォローだ。今日は結構寒い日なんですよ。8度。違う、4度とかあったよ。え、そうなん。気温4度の北風4メートル。強いじゃん。早めに行こう。145ヤード。激ダフりしました。まあまあ寒いからね、しょうがないよね。いやいやいや。38フォロー。こんなんすよ、いつも。あれ、私もダフった。痛い。言い訳なんですけど、体感気温0度はゴルフ難しい。モネもダフってくれたんで安心しました。今日予報だと風あるっていう予報でしたもんね。今ほぼない。でもこれでも ティーショット結構フォロー入ってきてるから、現時点で2メーターぐらいありますよ。あ、これでも結構感じるんですね。ありますよ、もちろん。もう1メーターとか 0.5 メーターとかその辺も敏感に感じてるんで、僕らは。珍しいね、あのダフんの。いや、ちょっと多分かじかみすぎてダフった感覚なかった。いや、実は俺もそうなの。いやー、ピン飛んだと思ってさ。ちょっと下緩いから余計、ただターフ取れただけかなと思ったら、すぐダフってた。出たよ、東京クラシック名物、傾斜。俺このピン初めて見た。こんな傾斜切ったことないっすよね、今まで。普通はそこ切らなくない？なんかいつもより喋り方綺麗に喋ってない？そんなことないですよ。遠い人からですよ、ゴルフは。ああ、ソーリー。ああ、うまーい。ほら、それであれだもんね。やばくない？やばい。
もうさ、これいいよ意外と。止まっちゃってパターンむずいやつ。下向くとさ、こうやってこうやってこうやって見えるんだよね。っていうか練習しないで何が一番ってアプローチが一番むずい。このパットは入る気がしないな。ちょっと待って、こんな傾斜マジ本当切ってんの見たことない、初めてだな。私も初めてかね、うん、これ気の毒だよこれ今日回ってる人。お先です。ボギー。どっちに切れるかな。ば、もう勝てる気がしない。相性悪いんですよ いつも。誰と？あの稲見選手と。僕ね普段ここ回るとまあいつも3、4、5アンダーぐらいなんですけど。緊張しちゃってるんじゃないんですか？なんでだろうな。ほんと相性悪いんだよな。いいとこ見せようとしすぎてんのかな。カッコつけてるっすか？ね。その可能性もあるな。これバンカー入っちゃうかな、俺。ま、下。あ、ね、モネさ、はい。そんな可愛い声、はい、初めて聞いたんだけど。寒すぎて。今日寒いね。本当に寒いです。俺女子のさ、マネージメントって聞いたことはないんだけど。ありますよ、私は。やっぱあるの？聞きたい。聞きたいの？男子とかはさ、寮とかにも聞いてたりして、まあまあリスクマネージメントすごいやってんだけど。うん、女子プロって何やってんだろうな。私特別だと思うよ。え、何やってんの？マネージメントなし。え？なんでかって、狙ったところにちゃんと打てればマネージメントいらないと思ってるから。え、マネージメントしないってこと？特になし。ってことは、もう全部ピンに打ってくってこと？まあでも、その感覚的な問題で、体が危険を察知する。うん、ライとか見て、なんかこのラインちょっとピン狙ったらこうなりそうでこっち行きそうだなっていうのを感じ取ったら、え、それライだけ？行きやったらちょっと逃げたりはするけど、それマネジメントって言うんだよ。まあ雰囲気で。あんま考えてないんだ。そこまで狙ったとこ打てれば問題ないから。やっぱりな。だから練習ラウンドとかそんなにコースチェックあんまりしてない。わかる、やっぱり。まあそこはキャディーさんに見といてもらって、うんうんうん、コースしてる人キャディさんだと、はい、ここちょっと芝違って難しいからやっておいてとか言ってくれてやってとか。人によるかもしれないですけど、やっぱ 女子プロの方が圧倒的にコースマネジメントしないですよね。ゴー。あれ？バンカーです。はい。今日なんかボロボロの予感がするんだけど。じゃあさ、ごめん、これマネジメントってさ、これじゃもうピンにパーンって打ってるだけ？はい。いつも？試合でも？これぐらいだったらピン。なんで？なんか手前バンカーだから大きめに打とうとかそういうのないの？でも手前のバンカーの超える距離計算してそれは絶対にクリアする番手で。うん、まあもちろんそうなんだけど。ぐらい。こういうマネジメントあんましてないですね。前回の石川遼くんの50分の1ぐらいですかね。まあ多分セッティングとかもあると思うんですよね。男子のツアーのコースセッティングと女子のツアーのコースセッティングが違うんで、多分もしかしたらそこまでいらないのかなっていう気もしますけど。あ、すいません。うわー、完璧だ。ははは。なんでこんなさ平らなところに落ちたのが目玉になるの？おかしくない？マジで。フェス開いてたからじゃない？いや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 。そういえば私よくやってもらってるキャディーさんには、うん、誰よりもセーフティーだって言われる。あ、ゴルフが？うん。あ、もう他の選手はもっと行っちゃうんだピンに。でも多分考えてるんだと思う意外と。
なるほどね。うん、こう見えて。いやー、苦戦しています、矢野東選手。ちょっと勝負なんないなこれ。大丈夫かな。ダフルスイメージしかないもんなこれ。どうしよう。ほら。ちょっとやばいね今日。動画として成り立つかな。ちょっとやばいっす。やばいでしょ。1,2,3,4,5,6 このホール使わないもん。え嘘嘘。ボギーダボスタート。よしバーディー。ちょっと暗雲が立ち込めてますけど。勝った。勝てる気がしない。ありがとうございます。パラタイムダメだった？まだそこまで試してないんだけど、うん、めちゃめちゃスピンが少なくて。あ、ロースピンだったんだ。あ、そう。リッキーとか海外の男子だとめちゃめちゃいいかもしれないけど、女子ちょっときつい気がする。測定器とかで測っても、うん、初速はすごい出るの、うん、初速も出るしキャリーも数値的には出てるんだけど、うん、やっぱドロップしちゃう。スピンが2000入んないからちょっと女子だときついかなって感じ。それはきついね。うん、まあシャフトの相性とかもあると思うけど。あちゃ、 OK。 ちょっと捕まっちゃった。そっか、こうマネジメントゼロって言われちゃったな。でもキャディー目線からすると一番マネジメントしてるっぽいって言われたんでしょ。セーフティーって言われたんでしょ。そう。もっとみんなピンしか打たないんだ。あ、分かった。私のマネジメントは、うん、安全圏内から攻めていく。ただただ攻めていくんじゃなくて、うんうんうん、ちゃんと把握して、うん、安全な方に逃げるんじゃなくて安全な方から攻めていくって感じ。はい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 、それはもう立派なマネジメントですね。そんな感じ、はい、なるほどね。ざっくり言うとね。ざっくり言うと。じゃあさ、一昨年とか10勝だけしたの？年間は8で、シーズンは9。あの頃とかのはさ、どんな感じだったの？そうやってマネジメントしてたの、ちゃんと。まあ、変わらずしてたはしてたけど、シンプルにパター入ったから。ああ。ショートパットもまあ、入れなきゃいけないところはちゃんと決めてたし、うんうんうん、1日に1個ロングパター入ってたから。一番いいパターンだね。そう。もともとパターさえ、よかったらもっとって感じだったもんね、ゴルフがね。うん、だパーオン率1位のパターも上位だったから。ああ、それは強いね。うん、でもともとアプローチとかは苦手じゃないから。うまいよね。だからあんまり伸ばし合いより耐える方の方が好きかな。うん、その、試合的に、うんうんうん。上位に行きやすいのは。なんでも良さそうな気したけどね。スプーン突き抜けちゃうかな。大丈夫か。しょ、あちゃー、まあいいや。あー止まれ。今日はちょっと逃げたんだね。あのね、本当地球が回ってんですよ。まあ地球は回ってますよ。いや、それを実感してんの。あ、本当に地球って回ってんだなと思って。いや、地球が回ってるんじゃなくて頭が回っちゃってるんだ、多分。YouTube、うん、個人でではないんですけど、楽天のね、そうやらせてもらってて、うん、ゴルフするよりおにぎり食べてる方が意外と再生回数あったりする。もぐもぐしてる方が。そう、もぐもぐしてるの結構ね、見てくれてる人多くて。どういうこと？だからモネにゴルフより
おにぎり食べてる方が興味あるってこと？絵的に？まあなかなかないじゃないですか。普通に番組とか何しても。じゃあ朝飯の食べっぷり見せればよかったな。やばいもんな昔から朝もう5人前ぐらい食べるもんね、いつも。今日は全然もう一般女子だった。おにぎり2つに味噌汁だもん。高校生の時とかおにぎり5個とか食べてなかった？スパム6個食べてなあ、食べてたよ。スパム6個にホットドッグに。そうだよね。え、じゃあさ、このロケーションもさ、あんまさ、リスクマネジメント、もう喋れてないもんね。寒いから口が全然動かなくて。やっぱ絶対左に打ってくるでしょ？そういうのはしないの？あんま考えない。もうミスるなら左だなぐらい。そういうレベル、うん、あれでもさ、ピンの右に2メーター行ったら右落ちちゃうよ。もう考えないのね。考えるは考える。しかも、ちゃんとフェードを今打ってるから、余計ちょっと左は狙うと思う。でも自然に体がちょっと向いてる、そっちに。やっぱ無意識でね。うん、結構距離残った。あれフォロってる、どっちだ、あれ上げてる。いや多分ね、右上げたと思うよ、このアングルは。ほらそこ行っちゃダメなんだって。行っちゃったんだもん。あ、行っちゃったのはしょうがないんだもん。ピンまで68ヤード。しかも右上げって言ったけど左上げだった。やべえ、弱っ。ゴー。悲しい。もうそもそもが風が強い。これ風なかったらこんな寒くないはずだよ。脳みそのてっぺんまで痛いよね。そう、もうなんか寒いっていうより痛い。痛い、本当に。一晩手上げても届かないこの風の強さ。68ヤード、10ヤード間違えたからね、距離。そんなことある？あれ？うわぁ、惜しい。俺にあのアプローチがあったらな。オッケーです。苦しい戦いです。まあ僕がちょっとボギーダボーパーで3オーバーで、モネがパーバーディーパーっていうところで勝負になってないんですけど。3ホールごとの勝負だったっけ？決めてなかったですよ。9ホール勝負って自分で言って。昔菅原大地君とやった時さ、3ホールずつ勝負したでしょ。あの形式だよね。でも今日のスタートで自分で9ホール勝負って。9ホールを勝負するんですよって。だってもうだってさ、ごめん、挽回する自信がない。あなたとのこの4打差を残り6ホールで挽回する自信が全くない。お願いします。ちょっとずるいですけど、お願いします。私そういうのに弱くないんですよ。え、弱いとかじゃないんで。お願いだから。別に強い弱いじゃない、お願い。へえ、お願いなの、お願い。3ホール3ホール3ホールの3番勝負。そういうことです。マッチ的な。そうそうそう。だからとりあえず最初の3ホールはモネの圧勝。じゃあ頑張って3ポイント取りますよ。今回の動画見ていただきましてありがとうございました。どん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 コメント欄にですね、やってほしいことを書いていただければ、もう随時いろんなことにトライしていきますので、よろしくお願いします。チャンネル登録とですね、通知もオンにしていただいて、次回もお楽しみにしてください。